よし、準備はバッチリだ。オルタンス城の元へ向かうぞ。おはよう、マッキ先輩。君たち、なんでいるの？フレデリックさんからデートを見守ってほしいとのご依頼でして。フレデリックめ、余計な気を回しすぎだろう。まあまあ、いいじゃないですか。邪魔はしないし。勝手にしたまえ。しかし、お相手はクロワゼール家ですか。となると、なんだ。いえ、すみません、今は控えておきましょう。なんだ、はっきりしないやつだな。それで待ち合わせ場所はどちらです？この先にある花の庭園前だ。何をするんですか。白昼堂々なんだ。よりにもよってこんな時に。これから大事なデートなんだぞ。誘った僕が遅刻してはあまりにも失礼だ。そうですね、女性の心をつかむのは最初が肝心ですから。君に言われるとなんだか説得力があるな。よいしょ。そんじゃ超特急で片付けましょう。行きます。どうだ、大勝利。君、ありがとうございます。おかげで助かりました。あの暴漢たちに心当たりは？いえ、全く。訳が分かりません。申し遅れました。私はスイナンと申します。ハザールから来た商人です。僕はマクシム・アセルマン、イーディス騎士学校の生徒だ。私たちはその学友です。なるほど、未来の騎士さんですか。そりゃ強いわけだ。いか、先を急いでるんだった。そうでしたか。いずれこのお礼は必ず。ワースバードにおいでの際は私の店にお立ち寄りください。あわわ、大変だ。レディーをお待たせしてしまう。噴水の前を通ってこのまままっすぐだな。お嬢様発見。我々はここで離れるとしましょう。物陰から応援してますよ。見せ物じゃないからね。まったく。遅れてすみません。ごきげんよう、マクシム様。まだ約束の時間には少し早いですわ。安心なさってください。ですが、麗しいあなたを待たせてしまったのは事実です。まあ、照れてしまいますわでは早速ですが参りましょうか。ええ、よろしくお願いいたします。さて、オルタンス城をうまくエスコートせねば。可憐なレディーのことだ。きっと花がお好きだろう。コトロマにも嫌いな女性はいないと書いてあったしな。スマートに庭園へ入ろう。
これは。なんて素敵、夢の中のようですわ。この花は、バラ？グレイス・オブ・アルコニス、この町の象徴となる品種ですわ。お、お、僕としたことがお恥ずかしい。こんなにも美しい花の名を知らなかったなんて。花の名前自体は重要ではありませんのよ。見て美しいと感動できればそれで良いと私は思います。なるほど。では今日あなたと共に見たこの感動を僕は忘れません。なんかいい雰囲気だったじゃん。やりますね、マクシムさん。勉強不足が露呈してしまったが、悪くない雰囲気に持っていけたはずだ。よし、この勢いで次は噴水に行ってみよう。ここのお花は様々な国から仕入れているらしいの。だからこの辺で見ない珍しい品種もあるのよ。植物好きにはたまらない場所だわ。レディ、僕についてきてください。次はどこへ連れて行ってくださるのかしら。楽しみですわ。この寄り道は禁物だ。レディを疲れさせてしまう。こちらの噴水は観光名所としても有名ですね。後ろ向きにコインを投げてうまく入れば夢が叶うとか。夢が叶う？ではやってみますわ。うまくいかないものですね。ならばその夢、僕が叶えてみせましょう。まあ入りましたわよ、すごい。夢は叶いますかしら。ええ、きっと。マクシム様の分は投げなくてよろしいのですか。僕の夢は戦場で叶えるべきものですからね。順調のようですね。最後の決め台詞はどうかと思いますけどね。よし、次はカフェでデザートをご馳走しよう。調べておいた店、気に入ってくれるだろうか。レディは甘いものはお好きでしょうか。ええ、もちろんですわ。では楽しみにしていてください。僕はパンケーキを求めて各地を旅してるんだけど、この先にある店は5本の指に入るね。外はカリッとしてるのに中はふわふわでもちもち。さっき食べたばかりなのにまた食べたくなってきたよ。
ボリュームのパンケーキですわね。リンゴとベリーの盛り付けがとても可愛らしいです。気に入ってくださってよかった。このカフェで評判の一品なんです。シルベーヤ直輸入の小麦を生地に使っていたり、パティシエは自らの足で食材探しをしているとか。食材探しの冒険、ロマンがありますわね。いいなあ、私もパンケーキ食べたい。お茶に合いそうですね。今度改めて訪れましょう。さて、小腹も満たされたことだし、次は露店で買い物でもするか。パンケーキとっても美味しかったですわ。いいお店を教えてくださってありがとうございます。そう言っていただけて何よりです。この先の広場は待ち合わせ場所としてよく使われてるよ。ただいつもすごく混んでるから、目的の人と会うまでに時間がかかることもあるけどね。すぐそこにお店がいっぱい並んでるとこあるよ。お菓子とかおもちゃ、なんでもそこで買えるから。お兄ちゃんたちにもおすすめだよ。もしかして今向かっているのは露店の方でしょうか。気づかれてしまいましたか。まあ、とっても楽しみですわ。こんにちは。いい品揃ってるよ。どれも少し値が張るな。確かにうちのものは高いが、その分質は一品だよ。高いが長く使えるいいものと、安く壊れやすい粗悪品、どちらを求めるかはお客さん次第だね。はい、お二人さんいらっしゃい。そちらのお嬢さんに似合いそうな宝石はいかがかな。これはなんと鮮やかな。確かにレディーに合いそうだが、どう思う。あれ、レディーオルダンス、どこに行った。はぐれてしまったのか。早く見つけなければ。やっぱアルコニスで売ってるものは質がいいね。お、そうなのか。例えばハザールだと宝石とかに偽物が混じってることもあるけど、ここで流通してるのは正真正銘本物ばかりだよ。清涼で悪さしようってやからはなかなかいないからね。ここにいらっしゃいましたか。もしかして人混みに紛れてスリを。犯罪者よ、兵隊さん。誤解だ。財布を確認したまえ。ああ、よかった、やっと見つけました。探してくださっていたのですね。ごめんなさい、いろいろな商品に気を取られてはしゃいでしまいましたわ。詳しい友人の案内でショートワースバードのテルテペ市場巡りを何度かしたことがありますの。
世界一の第一馬ハザールの。あなたは僕よりずっと活動的な方のようですね。私、外を見て回るのが大好きなんですの。でも自由な時間はあっという間に尽きてしまいますわね。お疲れでしたら少し休みましょうか。いいえ、問題ありませんわ。よろしければ送信殿の方まで行きませんか。せっかくアルコニスに来たので拝覧したいと思いまして。もちろんです、参りましょう。さすがに送信殿まで迷うことはないな。こんなにアルコニスを歩くのは初めてですわ。マクシム様、楽しい時間をありがとうございます。それは僕のセリフです。この階段を上がった先は送信殿。広場は開放されているが、送信オリジン様の御前だ。滅多なことはするなよ。新オリジン、やはり壮大ですわね。はい、聖領と呼ばれる場所にふさわしいお姿です。目に焼き付けて帰らねば。いつ見ても荘厳ですね。ええ、鳳凰聖火がおわすにふさわしいと感じますわ。ここに来るのはもう幾度目かになりますけれど、その度におとぎ話の中のような場所だと思わされますわ。全く同感です。でも今日こうして歩いていて思いましたの。この街の向こうにも世界は広がっていて、見たことのないものがたくさんある。行ってみたいものですわね。遠く、ずっと遠くに。レディはあまりご旅行はなさらないのですか。私が外出することを父が好みませんの。アルコニスに来られたのもパーティーという名目ゆえ。大切にされておられるのですね。そうなのでしょうね、父なりの理由で。あの、レディ、今日はありがとうございました。僕の都合で連れ回してしまいましたが。安心なさって、マクシム様、とても楽しんでおります。私、マクシム様の眼差しに心洗われましたの。この方は私を大切に思ってくださっている。その心は伝わります、たとえ言葉にせずとも。なんというありがたいお言葉ですが、どうかこの思いを口にさせてください、レディ・オルタンス。僕はですね、あなたに
恋をしてしまったのです。マクシムス様、出会ったばかりでとお思いでしょう。しかしこのマクシム・アセルマン、本気なのです。お気持ち嬉しく思います。私は幸せ者です。お、ではレディー。マクシム様、けれど私は、私の心にはずっとある方がいるのです。ですが、その方と結ばれることはきっと。なぜですか？レディーの片思いなのでしょうか？そういうわけではありません。ただなんとそんなことが。ならばそうであれば、手は一つしかありますまい。レディ、駆け落ちをいたしましょう。